つもハードウッドをおすすめしますね。硬、はい、い木材の方が実は反ります。え、そうなんですか。そうです、反りやすいです。え、じゃあ反りやすいやつおすすめしてるんですか、いつも。語弊があるけど。絶対に家作りで後悔する。どうも、外交デザイナーの宮です。宮さん、はい、今外交を施工されてる方とか、まあ、これから外交施工されたい方向けに、なんか外交であるトラブルとかってなんかあるのかな、ちょっと気になったんですけど、どうなんですか。あ、外交のトラブル系はやっぱありますよ。あるんですか。あります。なんか住宅系でもよく聞くんですけど、やっぱ外交でもあるんですか。そうであります。家作りはやっぱありますよ。ああ、そうなんですね。絶対あります。でも言ってもイメージ的に少なそうだなと思うんですけど。そう、え、嘘でしょ。外交とか家作りはやっぱ多いというか、はい、ありますよね。やっぱ細かいものまでいろいろあるから、うんうんうん、あと全部いつも言うと定性的なんですよね、はいはいはい、想像でしかない部分が多いんで、やっぱ人と人の価値観も違うんで、イメージでずっと打ち合わせをしてますんで、はい、あくまで CAD とかね、そういった 3D のイメージ図があるんですけど、やっぱ実物は違うから、うんうんうん、そういった空想のものをね、打ち合わせしながら進めてるんで、やっぱいろいろポイントがありますよ、うん、感覚の違いからこうトラブルに発展したとか、お金返してくれとか、そういったことにもなったりするんですか。それはちょっと大げさな話。あ、本当ですか、はい、そういう話じゃなくて、やっぱポイントポイント、気になるポイントとか、ここ思ったと違ったなとか、そういった意味、うん、ああ、なるほど、はいはい。でも確かに作る上でやっぱなるべくこう相違がないというか、うん、イメージ通りのを作りたいっていうのもあったりとか、はい、トラブルはやっぱ誰しも嫌いじゃないですか。もちろんです。なんでそういったところを含めて、まあ、現場で見てきるからこそ分かるようなところをぜひ教えてほしいです。分かりました。なので今回は外交でよくあるトラブル13選についてお話をしていきたいと思います。この動画はですね、イメージ作りとか、皆さんが外交だったりマイホーム計画中の方、皆さんに見てほしい動画となっておりますし、ましてやね、弊社でご契約前のお客様に皆さん見てほしい動画となっております。はい、まず1戦目、工期です。工期っていうのは工事期間ってことですね、はい、そうです。で、家とかでもあると思うんですけど、うん、大体家ってこういつ着工、いつ引き渡しっていう期間ありますね、うんうん、外交でもやっぱ工期っていうのはあると思うんですけど、はい、僕らも一応工期どれぐらいかかりそうですかって聞かれた時に、1ヶ月ぐらいですと、2ヶ月ぐらいです、3ヶ月ぐらいですってお話をさせていただくんですけど、はい、ざっくりの目安になっちゃうんですね、家と違って。あー、その理由とかあるんですか。あります。やっぱ外的要因が大きいですね。家って内装の工事だと思うんですよ、基本、うんうんうん、外交って外なんで、雨が降ったのか。あー、なるほど、はいはいはい。例えば雨の日まず工事できないんですね。家と違ってやっぱ外的要因、梅雨とか雨が3ヶ月続いちゃいますとかのやっぱ伸びちゃったりするんで、はい、工期いつですかっていうと、ちょっと長めにも答えてるんですよ、ぶっちゃけ。おうおう。ただやっぱその読めない時期、シーズンってやっぱあるんで、冬場の雪が降るとか、うん、さっき言った梅雨とかあるんで、うん、やっぱ工期っていうのはね、明確に伝えられないっていうのが正直なところですね。工期をじゃあ例えば3ヶ月って伝えたけど4ヶ月になっちゃったってこともあるっちゃあるんですか。あると思いますよ。1ヶ月ぐらいで終わるかなと思ったら1ヶ月半とか、うん、1ヶ月半ぐらいかなと思ったら2ヶ月とか、お客さんに言いますね。天候はやつれないんで。いや、そうですね、正直それはあります。2戦目、タイルの反り。タイルの反りってどういうことですか。タイルもですね、実は反ったりします。どういうことかというと、はい、タイルありますよね、まあ、カクカクのね、玄関とかに貼ったりするタイル。ああ、そうですね、はい、はい、300角って30センチ角だったり、36、60センチと30センチの長方形のタイルがあったりするんですね。これ見えないし、カタログにも書いてないんですけど、実際に並べてみると、はい、こういうふうに真ん中にこう盛り上がってる、めっちゃ極端なこと言うと三角、はい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 、こう反ったりするんですね。うん、でその反ったものを並べたりして貼っていくと、はい、どうしてもちょっとボコボコしたり、これ物によります、うん、それが少ないものがあれば、はい、ひどいものもあるんですけど、はい、ひどいものだと数ミリ、3ミリとか変わってたりするんで、うん、はい、ってなるとどうしてもね、貼るときに若干反ったりするとボコボコした感じになったりはしますね。歩くときに最初すり足傾向の方だとちょっと引っかかる感じを覚えたりする人もいると思うので、それをちょっと覚えておきましょう。3戦目、天然木などの反り。これもなんかさっきのタイルと同じ感じなんですか。同じです。さっきのタイルはぶっちゃけまだ、ね、はい、少ないんですよ、当然。人工のもので、うん、天然木とか樹脂、人工木のウッドデッキもそうなんですけど、これの方がもうちょっと反りが分かりやすいですね。ああ、そうなんですね。あの、視覚的に見て分かります。スキー抜いてもさって反ります。なのでこういったあの特に天然木とか樹脂っていうのは熱とかで反ったりはしますので、うん、これを覚えておいてほしいです。これも対策っていうのはもう難しいんですかね、やっぱり。ああ、もう無理じゃないかな。自然のものです、これ、うんうん、自然現象。これなんか木材の中でこだわったらちょっとだけなら対策できるとかありますか。あんまなくて、それこそね、僕いつもおすすめするハードウッドあるじゃないですか、はい、ハードウッドの方が反りやすいです。ちょっと待ってください。そう、反りやすいです。いつもハードウッドをおすすめしますね。硬、はい、い木材の方が実は反ります。え、そうなんですか。そうです、反りやすいです。じゃあ反りやすいやつおすすめしてるんですか、いつも。語弊があるけど、まず第一は耐久性なんで大事なのは、はい、で次にそういったね、デメリットもありますよ。やっぱ反ったりはしますっていうのはあります。
ょうがないですね、はい、こればっかりは。もうここ覚悟決めてって感じです。そういうことです。4つ目、イメージと違う。イメージと違うってこれどういうことですか？やっぱあくまで CAD とかで 3D でイメージ図を出したりはしますね、僕ら。図面描いて、うん、マースとか、はい、ただね、所詮イメージなんですよ。なるほど。 CAD っていうソフト、 3D ソフトを使って提案するんですけど、うん、それは人が作ったテクスチャー、まあ、細かい専門用語入ってきちゃうで、うん、あれなんですけど、同じタイルでも似せたこう色合いを雰囲気で出してるだけなんで、実物とは当然乖離があるわけですね。なるほど。でそれを見てるんで、それをベースで話しちゃってるんで、そっちが正しい情報だと思い込んでるんですね、はい、でリアルとはやっぱそこで乖離が生まれて、実際できた時とちょっと違った雰囲気だなとか思っちゃうことはやっぱありますよね。これはしょうがないっちゃしょうがないですよね。しょうがないですけど、やっぱ考え方っていうか認識で、これがそうだと思い込んじゃってるものが実物できると違うってなっちゃったりはするんで、うん、なんか難しい。やっぱカタログもそうだよね。カタログのこの一部の切り取った写真が同じ色合いかってやっぱ違ったりはするから、うん、見え方が違ったりね、はいはいはい、そう難しいんですよね、うん、あと感覚の話になっちゃう。全体の色合いからこういう風に見えるとかもありますし、そうだからこれをね、完全にどうこうするの難しいよね。あくまでイメージとイメージの話をしてるんで、そこのすり合わせですよね、うん、宮さん的に最大限こうイメージの違いっていうのを低くするためになんかやってることとかあるんですか？ CAD を 3D を出すっていうのは当たり前なんだけど、うん、当然あとはサンプル、よくありそうな部分に関してはサンプルをお見せしてあります。あ、例えば何かありますか？ジョリパッドって塗料、塗装、塗装の紋中とかあるじゃん、塗り壁の、はいはい、あれとかサンプル見せてどの色がいいですかって選んでもらったりはする。ただこれもね、おかしな話で、おかしいって言ったら塗装は本物なんだけど、サンプルってこれぐらいちっちゃかったりとか、うん、これぐらいのものだったりするんだけど、うん、人ってやっぱ室内で見た時と外で見た時とまず色合いが違って見える、ね、太陽光の反射とか、はい、家の中だとこういった明るい電球色のライトの加減、うん、でちょっと色が違って見えるっていうのと、はい、面積が変わると違って見える、うん、いやこれぐらいのもので見た時と大容量壁一面に見た時ってやっぱ色味が違って見える、ね、うん、確かに薄く感じるね。あ、薄く感じるんですか？そう、薄く感じる。だから塗装の色も、これがいいならちょっと濃いめ選んでっていうようにしてて、うん、サンプルより濃いめを選ぶとちょうどよくなるみたいな。そうなんですね。薄く感じるから出来上がった絶対に。これだって僕ら分かんないっすね。分かんない。日に当たったりもするし、なんなら角度、東西南北で南の方が日が当たりやすかったり、北の方が日陰の時間が多かったりすると、うん、やっぱそれだけでも色味って変わって見えるから、うんうん、難しいよね。5戦目、洗い出しの色ムラ。洗い出しっていうのはそもそもどういったものでしょうか？洗い出しの定義みたいな話だといろいろあるんだけど、はい、まあ、ちょっと今回コンクリート製の洗い出しの話をすると、うん、コンクリート打折して、はい、表面を乾かなくする薬塗って、はい、まあ、次の日水でバーって洗い流すんだけど、うん、その時もやっぱね、こう水で洗い流す、さっき薬膜、うん、水で洗い流すっていうと、うん、多少のね、こう洗い流した加減とかでムラができなくは、ムラ、めちゃめちゃ細かい話してますけど、うん、若干のムラができたりはする。濃い部分、ちょっと薄い部分じゃないけど、こういった色ムラみたいなのが起こる可能性はありますね。6戦目、近隣トラブル。近隣トラブルって外交業者さんでもあるんですか？あるね。やっぱあの挨拶で回ったりはするんですけど、うん、やっぱ騒音があるよね。音、工事中の騒音が、例えばさ、重機、僕らユンボって言うんですけど、はい、ショベルカー、うんうんうん、でこう掘ったりするけど、それもうるさい音が鳴るし、ね、あとタイルを切る音、ウィーンっつってカッターみたいな、はい、サンダーっていうんですけど、うるさい音が鳴るやつ、はい、そういうので騒音が鳴りますね、うんうん、ってると近所の、まあ、小さい赤ちゃんとかね、寝かしつけてたりすると、うん、うるさくて起きちゃうとか、ストレスだし大変じゃん。で近隣挨拶してようがしてまいがうるさかったりすると、まあ、トラブルとかあったりもするし、うん、特に教会かな、あと多いの教会ブロックとか、教会関係で2期外交始まった段階であんまないかもしれないけど、うん、まあ、これ家作りだと多分あると思うんで、はい、家作りって広い話するとその教会ラインの揉め事とか、うん、これ聞くから、うん、お隣さんとかあるあるなのかなと思いますね。あ、でも今の聞いてて、まあ意外とありそうっすね、うん、もうじゃあ最大限配慮しつつやっていくしかないっすね。そうですね。7戦目、人工芝の継ぎ目。継ぎ目っていうのは人工芝と人工芝の間。そうですね。これはね、正直トラブルっていうか、まあ、注意事項として僕いつも注意喚起してるんで、あんま実際言われないんですけど、うん、これで人工芝継ぎ目、人工芝ってロールで来るんですよ、うんうんうん、ロールね、ロールこう敷くみたいな、はいはい、ってことは敷くものと敷くものの継ぎ目、はい、っていうのが分かりにくくはするんですけど、やっぱり出なくはないよね。あ、めっちゃ分かりやすいこと言うと、絨毯と絨毯を2枚こう隣に並べてるイメージ。なるほど。施工方法として、はいはい、この継ぎ目の部分をピン打ったりしてごまかすんですけど、うん、まあ見えなくはないよねってところで、こういった継ぎ目っていうのがね、天然芝と違ってありますので覚えておいてほしいなっていうところですね、うん。
長谷目、ドマコンクリートの色ムラ。ドマコンクリートの色がいろいろ散らばっちゃう感じですか？ああ、そう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 。これがね、結構覚えておいてほしい話なんですけど、はい、ドマコンクリート、色ムラです。まあ、ネットで調べてもらうともそもそもいろいろ出てくるんですけど、うん、黒くなったりとか、白くなったりって色ムラがあります。うん、はいはいはい。なぜかというと、名前の通り生コンクリートって言うんですけど、うん、コンクリートっていろんな骨材とか入ってるんですね。はい、ちょっと専門用語になっちゃうんで、いろいろ省くんですけど、はい、まあ、骨材切って、まあ、砂利とかね、うん、まあ、水とか混ぜたりとか。はい、してこう形成されてるんですね。で、化学反応を起こして、もうコンクリートの、生コンクリートの工場みたいなところがあって、はい、そこが出荷して、うん、ミキサー車みたいなの回って現場に届くんですけど、うん、まあ、その時点でも固まり出してるんですね。で、現場ついてそれを流して、うん、固定とかでこう鳴らして作るんですね。うん、で、その時こっからまた外的要因がいろいろ発生するんですけど、地面の地中の水分だったりとか、うん、まあ、雨は降ってない前提だと思うんですけど、うん、その日の天候とかね、めちゃめちゃ晴れてるのか、ちょっと曇りで湿気が多い日なのか、うん、とかで鳴らしていくじゃん。ってなると、コンクリート有機物とか、うん、いろんな骨材が混ざってるんですね。で、化学反応を起こして、空気中の酸素とかカリウムとかいろいろあるんですけど、はい、こういったものを化学反応を起こして作られるんですけど、うん、その表面にちょっといろいろね、ちょっと難しくなっちゃうので省くんですけど、はい、いろんな物質が混ざってるんで、表面の環境、外的要因の空気感と混ざり合った上で成り立つので、結構条件下とかによって色ムラっていうのは起きやすいです。まあ、もうこれ自然環境で、うん、そうだね、ってことですね。めちゃめちゃいいです。本当わけわかんなくなるんで、ちょっと省きますけど、やっぱり自然環境で起こり得るんで、ちょっと色ムラとかできます、ざっくりと。これをね、完全の白が 100% 出来上がると思わない方がいいよっていう、ちょっと注意喚起、そういう風に捉えた方がいいですね。9戦目、ドマコンクリートの水勾配。水勾配ってどういうことですか？あ、これね、ざっくり言うと、駐車場で勾配つけますよと覚えていてください。はいはい、勾配、まあ、斜めになってそう、斜めになってますよっていう意味です。うんうんうん、なぜかというと、駐車場のコンクリートとか基本的に水通さないんですよ、通水じゃないので、はいはい、だから斜めにして雨水を道路に流すみたいなイメージ。なるほど、はい、うん、だから斜めになってますよ、分かりやすいけど斜めになってます、はい、で、この斜めを嫌だっつって、なるべく平らとかにすると水が溜まっちゃうリスクありますよっていうのを覚えておいてください。で、その傾斜を僕ら3から 5% とかの、まあ、そういった基準でお話をするんですけども、まあ、なぜかというと、さっき言ったコンクリート手でこう鳴らしていくんで、例えばコンクリート 1% とかにすると、うん、さっき言ったこの手の腰の加減とかで多少ね、浮き沈みがあったりする、それだけで水が溜まっちゃうんで、うん、その人が手でやるっていう部分もう許容して、そこを加味した上で許容できる範囲が 3% ぐらいあると水が流れるよってことなんで、うん、まあ、3から5っていう話をするんですけど、はいはいはい、まあ、こういった基準で勾配点をつけてます。そうなんですか、ね、はい、こういうところを覚えておいてほしいです。10戦目、目隠しフェンスの高さ。あ、高さっていうのはどういう理由で？僕は結構気をつけてるんですけど、目隠しの高さとかですね、やっぱりどれくらい高さを出したいかというのをちゃんと明確にした方がいいよって話ですね。庭に立った時に目隠ししたいのか、うん、要は高さ1600でいいんですか、1800でいいんですかっていう話、うん、これメジャー当ててみてね、皆さん、はい、見てみると分かると思うんですけど、どこまで隠したいか結構人によるんですよ、うん、この感覚なんですけど、全部隠したいよっていう人もいれば、うん、僕のお客さんでも頭出したいですよっていう人もいるんですよ。感覚違うんですよ、人によって。はい、はい、全然ここをね、当たり前共通でこれぐらいが普通でしょと思わない方がいいんで、ここは確認してほしいなっていうポイントですね。11戦目、植物の枯れ。植物の枯れはまあでもしょうがないですよね、これ。そうですね、やっぱ生き物なんで、うん、基本的に移植していきます。やっぱいろんなこれも要因ありますよね。うん、水をあげてないとやっぱ枯れちゃったりとかする、まあ、とか大体これなんですけど。はいはい、大体そうなんですか。基本水っすね、はい、結構水ねしっかりあげてくださいってお話をします。特に夏、うん、はいはい、めっちゃ大事。そうなんですね。そう、これね、また概要欄とかにリンク貼っとくんですけど、水やりのやり方も大事なんですよ、うん、いろいろあって、うん、結構足りてない部分があって、特に芝生とかそうなんですけど、うん、真夏の場合1日2回あげてねとか話をしたりはします。そうなんですね。そう、暖かくなる朝方と夕方、日が落ちたぐらいに2回あげた方がいいよとか、うん、これ推奨なんですけど、うん、たまにこういう話すると、いや、うち1回もあげてないよっていう場合もあったりするんですけど、それ共通じゃなくて、はい、あげてなくて枯れてる現場なんていっぱいあるんですよ、はい、だからみんな共通じゃなくて、やっぱ地盤によっても違ったりするんで、うんうん、あげるベースで考えた方がいいですよっていうところですね。12戦目、シェードやオーニングです。すいません、シェードオーニングっていうのは、シェードっていうのはね、DIY とかでよくやったり、布、ホームセンターとかで売ってるんだけど、うん、日よけのネットみたいな。あ、なるほど。ですね、はいはい、あれをちょっと気をつけてほしいのが、うん、基本的にね、メーカーさんとかも言ってるんだけど、強風の時は外してくださいって書いてます。吹っ飛んじゃうんですか？強風や雨は基本 NG。うん、どっちもね。なぜかというと、例えばね、うん、フェンスの柱につけておきましょうか、はい、と強風の時にやっぱ煽られたりするんで、はいはい、そのフェンスが曲がっちゃったりとか、柱が立てたら曲がるとか、うん、雨があると雨水が溜まってその荷重に耐えられなくて倒れるとかあるんで、基本的に雨の時はやめてもらって、強風の時、風が強い日も外してくださいっていうのルールがあるんで、ちゃんとこれを覚えていきましょうっていうところです。
ですね。13戦目、防草シート。防草シートって、はい、どういうシートですか？庭とか家の周りに砂利敷くじゃん、はいはい、その下に防草シートというのを入れます。これちょっと注意して覚えておいてほしいんですけど、防草シートは雑草生えます。生えるんですね。生えます。どんなのを入れようと生えます。なぜかというと、うん、シートの上に種が飛んできてそこから生えるんですね。めちゃめちゃ強いものがあったら、もしかしたら突き破って生えるものもなくはない、はい、あとは要注意で覚えておいてほしいのが、隅っこ。隅っこ、例えばこれブロック塀と例えましょうか。防草シート引くじゃないですか、はいはい、ここのブロックに当たるシートの当たる部分、うん、ここから生えたりするんですね、うん、はあはあ、これは生えやすいです。角のシートじゃ及ばないエリア。ああ、そういうことか。なるほど。継ぎ目、はいはい、はあります。さっきの人工芝の継ぎ目もなくはないですね。うん。こういった隙間から生えますので覚えておいてほしいっていうのと、うん、あとは駐車場のスリットあるじゃないですか。スリットっていうのはあの間のやつですね。そう、あそこもね、防草シート基本入れないんですよ。入れられないんですか？物理的には入れられなくはないけど、あんま意味がなくて、うん、さっきの話、スリットって7センチとか10センチとかちっちゃい隙間なんですよ。うんうん、で、さっき角から入るって言ったじゃん。スリットなんて角しかないんですよ。確かにそうですね。入れても入れなくてあんま一緒で普通に生えてきちゃうんで、うん、それで入れない方が多いです。で、じゃあボスシートいらないかっていうとそういうわけじゃなくて、はい、上から生えてると根っこが広がらないんで簡単に抜けるんで、うん、基本的には入れるのは必須なんですけど、はい、あのそこまでこだわらなくていいよっていうのを覚えておいてほしいです。ということでね、まあ、外交工事でありそうなトラブルとかね、僕がいつも注意喚起することについてお話をさせていただきました。まあ、これはね、皆さん見ていただいて損はないかなって思うので、ぜひ参考にしてみてくださいっていうのとね、まあ、うちではね、基本的にこれ見てほしいなと思ってますんで、今日動画にさせていただきました。またね、コメント欄で皆さんのご意見とかね、何かありましたら、ぜひコメント欄の方で教えてください。はい、今日もね、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。また概要欄の方にですね、公式 LINE のリンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。登録していただいた方限定でですね、施工事例集のプレゼントと基礎商品特集、特選商品特集、あと外交のチェックシートだったりとか、登録していただいた方限定の特典動画もプレゼントしておりますので、ぜひ皆さん登録してみてください。他にもね、業者さんからすごく DM とかいただいてるんで、業者さん向けのね、集客とかお困りの方向けのこう公式 LINE も作りましたので、同業者さんの方はね、そちら登録してみてください。またこのチャンネルで失敗しない、後悔しないための家づくりについて情報を発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。